ここんんんにちはリリフフォォーーーームムの達人プロデューサ山ーさんですリフォームブルー支配ししたたくないこんない質問がやってきましたご質問、築25年の一戸建てのリノベーションを予定しています。今日お届けするのは多分みんなに言えることだと思うんですけど、リノベーション増えてきてますよね。特にこのリノベーションの進め方は、このリフォームと同じでしょうかいや、ちょっと違うんですよね。 リノベーションだからこそ気をつけなければいけないことあれば教えていただきたいのですが、この質問もうこのご質問者の方にはかなりちょっと深掘りしたところ、今日ご紹介するのはちょっと時間の尺的にも考えて一部お伝えさせていただきますが、やっぱりいろいろリノベーションって普通のリフォームとはまたちょっと違うんですよね。 リノベーションの進め方まず一般的なまあ考え方となると例えばあなたがリフォームするにしてもリノベーションするにしてもまずは工務店をまず決定して。 で現地調査する、これが一般的にもほぼほぼ、まあ、全体の99%じゃないかなと思うんですね、だからこそショールーム行っても、ですねあれ、工務店さん決まってませんかみたいな話ってよくあるんですけれども、さらにはその、えー、カタログを工務店さんからもらって、どれにしましょうかなんか打ち合わせして、じゃあ、これとこれとちょっときたき台作りますねなんていう話になって、ですね見積もりをもらって、で工事内容、こんな感じでちょっと奥さん見てるんですが、まあ、これでよろしければ、ちょっとご一緒にショールーム行き ませんか展示場になんて話になります。で、じゃあそうしましょうということで、あらかたのまあ予算組をした感じでイメージ持ちながら、この後の変更を含めた形で、ショールームに実際同行する、つまりこれによって変更して、確定して、契約して、で工事着工、これが一般的なリフォーム、リノベーション考え方になっています。そうそうううう私ままだだ全然初めててなんででこういう感じだと思ってましたで ここで多くのリフォームのもやもや悩みが起こっているんです。だからこそリフォームブルー、うんうん、なぜということなんですが、まずは、あなたが採用したい商品が実は未決定なんですよ。つまり、工務店さんが選ぶもので、他見ることできない。例えば、TOTO だったら TOTO、LIXIL だったら LIXIL、パナソニックだったらパナソニック。いや、コンテ店さんがそれ普段売ってるもので、私、いろいろ見たいんですけどということですよね。 で、まだプラン間取りも不明確なままに置いて、色テイストも見けてこれがリノベーションで大きな足かせ。リフォームにおけるキッチン交換だけだったらこれなんですけどね。商品が見けてその後、リノベーション、なんといったらプラン間取りが自分が本当にそれがしたいのか。そのコンデンが来て、じゃあこうしましょう、ああしましょうとトントントンと言って、で、まあ、色テイストなんていうのはですね、一番最後、契約して工事着工前にクロスとかクッションフラーを渡されて、そして、 ここから選んどいてください。えぇ、ー、それちょっと荒っぽい、乱暴みたいな話ですよね。でも、まあ、見積もり使用する仕様がそもそも不明確なままにおいてですよ。壁紙クロスはこの中って言われて、いや、もう少し柄変わった。あ、ちょっと値段変わります。えー、もうこれ契約して、いや、追加になるんだったらみたいな、ここに至るまでにも結構、うん、いや、やきもきして、ようやく決めた値段なのにということですよね。なので、 そもそも見積もりする仕様が不明なままそこに突入している。で、結果的にですけどね。 業者側の提案するがまま。いやー、いやそれちょっと難しいかなって。何が難しいって言ったら、いや、工事するにおいて、こっちの方がやりやすいかなっていうところだったりするわけですよ。本当にそうですからね。だから、あなたが使用の、えー、考え方と、工事側がしたいような提案と、またここにもう理しているところがあるので、やっぱり、こう、ある意味、建物なんかでも設計、施工、分離でしょ 例えば設計事務所と、えー、実際に建てるものが分離することによって、設計の思想、施工しやすいようにとか、こういうふうにするとやりやすいから、単純だからではなくて、あなたがしたいような思いみたいなコンサル的なものっていうのは、やっぱりこの施工とは分けて考えることがないと、ある意味提案するがままになりがちだという、それが例えばキッチンの単品交換、お風呂で全然問題ないですけど、リノベーション、つまり今の全体のプラン、間取りがあるわけですね。 で特に落ちりやすい今日お届けするのは失敗しないリノベの手順まあこれ今までも何回か動画の中でお伝えしているビフォーアフターなんですが何から始めるのかわからないということですよねあまりにもやることが多すぎてトイレ交換お風呂交換洗面交換とは訳が違いますよね。いいいや何をどうしていいか リフォーム初心者ですということ。で、リフォーナビの事例、商品でしょ、施工でしょ、プランでしょ、カラーコーディネート、使い勝手。うん。今回はリフォーナビプランを えー、相談で、えー、素敵なリノベした、えー、方の事例を一つ見ていきましょう。まずは遠方、中古物件、リフォームなんて方も結構多いですよね。これ、から、えー、数多く、えー、リフォームビでもお手伝いさせていただいてきているんですが、今回、まあ、関東に住みながら四国の、えー、リノベ、最近あったのでも、えー、関東に住みながら九州の、えー、地元の方での、えー、物件。 えー、例えば離れてるところ、遠隔地リフォーム。どんなリフォーム、まあ、全面回収していくわけなんですが、一丁目一番地は、ここはもう間違いなく、これですよ。リフォームの軸。どんな風に暮らしたい収納はどれくらい欲しい収納ブックに食洗機は必要 ?IH にするのまあ、一番のあなたが今回叶えたい、その生活スタイルを含めた軸がないと、何がしたくて何がしたくないのか、したくないことをするがために、どうすれば、その、 家の、えー、使い勝手、プランにつながってくるのか。まずはビフォアをもとに、これをしっかり、ここですよ。つまり、ゴールの明確化。つまり、ゴールの明確化がないままに、こういったことをしているとですね、えー、どこにたどり着くのか。結局は、なんか、えー、コンテンツさんが言われたままに、この予算だったからこうなりましたっていう形ですよね。やりたいことの整理、書き出す、書き出す。 例えば 3LDK から 2LDK の今回、間取り変更。LDK を開放的に広く今回使っていく。夫婦二人によって快適にこの後、作らしていく。そして、 えー、キッチンは宝がいい、こういったこと、まあ、今はざざっと、えー、大まかに書きましたが、もっともっとありますよね、それをもとに、今度はまずは工務店の前にプランを作成するんです、あなた自身が情報武装だけじゃなくて、実際の図面を持って武装してください、そうすることによって、その、えー、鬼に金棒になった図面を携えて、業者さんと対峙する、そうすると、えこうしたいんですって、ああ、こうですかあこれこれや、これやりたいんですねということ。まず、あま しく美容の頭のカットじゃないですけどこの頭のカット見せてくださいでしょうかプランを作成するリフォーナビーリフォーム相談ですから実際にコンデンさんと出会う前に結構ここの作り込みがとっても重要だということですよねリフォー、えー、ある意味のリフォームプランナーとのオンライン相談をやりました資料をベースに現地調査リフォーナビー、えー、こういった、えー、イメージパース工事プラン内装提案ここまで持った形で資料をベースにスムーズに相手に希望を伝えられるということですね ということで、成功のポイント。まずは、これが一応道番地。採用したい商品をまあ決定するっていうことです。さらに、プラン、間取りを明確化にする。色、テイストのイメージも持っておく見積もりをする資料が明瞭化されてますよね。っていうことで、結果的に業者側へ提示して見積もりする。これが一番の理想なのかなっていうところですね。アフター、そして完成して。これもね、最初プラン出したときは、え えいや、そうですかって言われるんですけど、結局やっぱりその叩き台があったことによって、このプランが大切。そうじゃなかったら、これタイミングじゃなくて壁付けになってたんですよね。いや全然違いますよね。えー、出窓周りのパネルもバッチリ。これね、ちょっと壁こういう吹かす形になってますけれど。そしてこちらも、えー、3L から 2L にして、LD のつながりのところに寝室を持ってきた。こういった、えー、プランも収納も含めた形で提案させていただきました。リモコン日スイッチスッキリ、おしゃれにカラーコーディデート。 まとめです。リホナビ流失敗しないリノベの手順。まず自分の希望、整理、軸ですね。えー、チェックシート、えー、こちらの方にも書いてますが、商品内装、イメージを先にイメージだけでもね、品番まで決めなくても考えておくことによってとっても重要です。何もない状態で、ノーガードの状態から、 着工してすぐクロス渡されてもできませんよねさらに、そういったプラン、間取りのものを持って、携えて、現状調査することで、整理した内容を業者さんに伝えることができますよね。そうすると、結局は、何がしたいかちょっと分からないんですけどって言われると、施工店から、じゃあ、こっちって言われて、B の業者はこっちって言って、C の業者はこっち、何かなんだか分からないっていう形、ここでの、あなたがしたいことを明瞭化するためのプラン相談。 ということで、プラン決定するととってもスムーズです。ということで、今日はですね、さらにリフォトモさんの生の声をちょっとご紹介。希望の商品の選択。新しい、えー、リフォナビチェックシート。うちはまだリフォーム途中なんですが、リフォーム会社を決める前にやっておけばよかったと思うことがあったのでお伝えします。皆さんやってらっしゃるとは思いますし、山本さんは何度もお伝えしていますが、リフォーム会社さんを決めるまでに先に各社ショールームへ行って、ある程度自分の希望の形を選択しておくべきだと今回強く感じました。 そうなんですよこういうのやらないとですね、えー、リフォームするとわかるんですよね、なので、いや、まだ形決まってない、いや叩き台でもいいじゃないですか、キッチンが2550も2400も変わりませんよということで、まずはその、えー、間取り変わるかもしれませんけれども、ある程度ね、コンロが変わったり、シンクが変わることじゃないということになりますし、まずは先に見ておく重要、リフォーム会社に、ね、送付依頼、ネットで各社カタログを見たり、いろいろ調べていました。 ショールームに行く前に希望のプランは決めてはいたんですかああいいですね。希望、えー、実際にショールームに行ったのはリフォーム会社の担当者さんと同行してプランを決める時でした。あ、なるほど。ということは先に見てなかったんですね。もちろんその後の変更もまだ、えー、可能ではあったんですが、予習をきっちりしていたので初めて行ったにした割とすんなり決まりましたが、その後思うところがあり別会、えー、別の会社のショールーム、あ、このメーカーっていうふうにコンテンさん、えー、言ったけど、私はこっち見たかったということでね。 で、一人で行ってプランを作っていただき、それをリフォーム会社の担当者さんに送って別見積もりを出してもらうというやり取りになりました。つまりね、ショールーム行くと、どこどこ公務店決まりですかじゃあそっちの方にも送っときますよねってやってくれるんですよ、取引あるんで。これもおすすめですね。特にキッチンは悩む。結果的に最初のプランにはなったんですが、少し段取りが悪かったと私感じてるです。なるほど。 えー、これは主にキッチンと洗面所のお話でお風呂とトイレは最初から必要最低限と決めていたので確認する程度ですすすんなりりと決まりますそうですよね、まああのー、例えば洗面、えー、これとか、あのー、お風呂これとかやっぱ一番こだわるのキッチンですよねそしてここからが、えー、上記体験私から、えー、のご提案。 えこちら、先に各社ショールームを回り、希望の形をある程度決めていけば、えー、いざ、リフォーム会社さんを決めて、担当者さんとショールームへ同行してプランを決める際に、床材や壁紙の見本帳を持っていく。これも重要ですよね。うん これ重要。キッチンの扉はワークトップの色をすんなりと決定できるのではないか。うーん、いや、ほんとそう。だから一丁道番地はある程度ね、床材とかこんな感じがいいかなと思って、それを持ってって、それに合うキッチン扉を選ぶ。キッチン扉だけで単品見ても意味がないんですよね。どの扉にしますかじゃなくて、どの内装テイストにしますかその上でキッチンはどれにしますかっていうことですからね。もしくは逆に、キッチン等の色の希望が決まってる。あ これに合う、この扉気に入ったってことね。それだったら逆に床材や壁紙をすんなり決定できるのではと。うん、なるほど。 リフォーム未経験で、もしかしたら皆さんそうやっているのかもしれませんが、小さなリフォームすら未経験だった私は、まず何から手をつければいいのか全くわからず、リフォーム会社探しとついてくれる担当者さんが一番重要と考えてしまったんです。なるほど。これ多いですよね。うん。リフォーム会社さんに関しては3社見積もりを依頼したので、どの会社さんもとても感じが良くてきちんとして見積もり出していただいたので、どの会社さんでも安心してお任せできる感じだったんですが、ほぼスケルトンのリフォーム、リノベーションですね。 エアコンの設置場所が一番無理のないプランを出してもらった会社さんに決めました。つまり、エアコンが決め手だったってことですね。<laughs> なるほど、えー。とにかく段取り枠、もう結果とてもいい、えー、リフォーム会社さん、担当さん、プランナーさんに巡られたのを感じています。ここ重要で、これちゃんとプランナーさんとか担当者さんがいるところだったらいいんですよ。だから、リフォームとリノベーション違いますから、結局、例えば、 うーん例えばキッチンそのまま、専念様、えー、お風呂変えるぐらいだったら何もいらないけど、皆さん思ってるのは図面あると思ってるんですけど、図面書かないリフォーム会社の方が多いですからね。プランナーが色とかね、図面を書くっていうところは新築じゃないので、日本の場合はメーカーの図面そのまま、図面ないんですかって結構皆さんびっくりしたんですけど、ないということですね。とにかく私自身の段取りが悪く決めることに対して、 関してものすごく時間が多かったと思います。いや、そうですよね。こういう、これね、段取りが自分悪かったってやって思う方多いんですよね。本当えー、プランがあれば業者選定も決まりやすい。なので、リフォーム会社より先にショールームを除くこと。いや、もうみんな言いますね。希望のプランをある程度決めておいた方がスムーズではないかと思うんです。 あるるる。程度決まってる方が逆にリフォーム会社探しも絞られるここですよ。結局これがないと相見積もりっていうけど結局みんな違うプランだと比較できないんですらだってやってることがバラバラにするようなあのステップですよって、まあ、逆に言うとリフォーム会社からするとそれが狙いなんです同じ論されると困るんですっていうところもあるんですけれども相見積もりする際にも具体的な政治ができてマッチした会社さんを選ぶ。だからこの あなたにマッチするかどうかっていうのは、あなたの、えー、要望されてる内容をしてくれるかどうかですからね、ここ、間取り、プラン、商品、とっても重要だと思います。ステップ1、まず自分の希望を整理する。ステップ2、その上で現地調査、整理した内容を業者さんにそのまま伝える。現地の状況に合わせて内容は微調整していただいて、プランを決定しましょう。現地調査の前にリフォームの目的は自分の希望をまとめていくリフォームの軸、そしてプラン相談でプランを作る。これがリノベーションの大きなポイントになって、この時にね、3D パスとか LDK の そういったイメージ内装テストまであるとこれっていう金盤が決まらなくてもこういうテストでしたいのかということで、まあ、ある意味リフォーム会社もあっ ちょっと、えー、上級者だな。来た瞬間に、ちょっとあなたの、えー、ことを見直すような、それぐらいの出来上がりになりますので、イメージパス、内装プラン、工事プランを先に提出するというのは、とっても強みがあるかなと思います。白をベースに業者さんと、現調査、えー、スムーズに希望を伝えられます。もっと暮らしを楽しもう、チェックシートブックです。各種チェックシート、引き渡し、契約書、ショールーム、現調査チェックシート、大切な業者選び、えー、もうリノベーションになると、本当この、 えー、リフォーム会社、ここが大きなポイントになってきますからね、リフォーム、えー、安心の業者、一人一人で会う一社をおつなぎさせていただいてます。おもしろいステップは、カルテに寄与してヒアリング、詳細な希望をお聞きしたり、 えー、あなたにったでっ業者一をおつなぎですリオ,ナビリオナビ画面ライブラリー、えー、もっと暮らしを楽しもうチェックシートブックです。まずは LINE 登録でこの QR コードから読んでいただいてコメントスタンプくださいね。今日お届けしたのはもう皆さんからね、リノベーションをどうした方がいい最近増えてきたなと思うんですけど、山さんが思うのはやっぱり商品とかプランが先に決まっていること、もっと言うと間取りとかその辺のねコーディネートまで決まっていると、うん、リノベーションスムーズにいくんだろうなと。 てくれるでしょうと思ったけどなかなかそれができるコ務店さんがほとんど少ないので、じゃあそういったところに頼むとめちゃくちゃ高くなる、そういったところを、えー、まあリえー、先にリフ行並みのサービスもありますので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。いきますよ、せーの、必ずできる、いってらっしゃい、遠隔地リフォーム、中古物件、大切ですね。